姉と二人で念願の韓国旅行に行くも、途中で姉に帰国され、突如一人ぼっちで残りの一泊を過ごすことになった。全く韓国語も喋れないわからないぼっち女わたげ。果たしてこの女は残り時間を孤独で楽しむことはできるのか、持ち前のぼっち活力で乗り切れるのか。わたげチャンネル、ぽいてぃ。本当に行きたいお店があるので、そこに行くために明日は6時に起きて、朝一で愛してやまない彼にちょっと会ってくると思います。おはようございます。6時に起きまして、ただいま6時55分。全然眠いけど、一人でも起きれたので神様がこれは行けって言ってるのかなと思い行くことにしました。ちょっとまだ胃が荒れてて、あんまりお腹も空いてないけど、並んでるうちに着くと思います。準備終わっちゃったからどうしようかな。もう早く行った方がいいかな。はい、ここが私が韓国で一番来たかった場所、ロンドンベーグルミュージアムです。韓国なのにロンドンって思った方、まあ、私もそう思います。でもここがめっちゃ有名なベーグル屋さん、もうちょっと嬉しすぎてちょっとね泣いてます。もう早朝からねめっちゃもう列ができてたので、開店まで一人で待とうと思います。정신력이없는것같다는직원들이오일하는분들이대충쳐봐세요엄청많더라で、前後の人にね板挟みにされ待ち続けること40分。なんかこの予約受付みたいなのが始まって、でもなんか店員さんに言われるがまま、ちょっと全く分からなかったけど、流れに身を任せ、そしてついに無事お店に入れました。ちょっと喋りすぎかもしれない。いろいろありましたが、ベーグルを選びに参ります。見て、すごいやばくないですか。私最近ちょっとベーグル大好きすぎて、もうこれもう見た瞬間もう脳がおかしくなるかと思ったんですけど、無事に注文も済ませて、今これ呼び出し待ちですね。まあ、ちょっといろいろあったけど早起きして、ちょっと無事にお店の中にも入れて、もういろいろうまくいきすぎて、すっごくご陽気です。一人で心細かったけど、すごいなんか端っこの落ち着く席も取れて、もうこのね、もう楽しみすぎて、もうこれをね、もうまるでゲーム機かのように大切に抱えながら呼び出しが鳴るのを待ちます。じゃーん、もうこれが本当に念願のベーグルたち。ごめんなさい、なんか韓国旅行来て全然韓国旅行っぽいなんか料理とか食べてないけど、まあいいよね。ぼっち韓国旅行1食目はこれで優雅に朝食をいただきたいと思います。ちょっと待って、貴族ってぐらいすごい優雅なんですけど、ただ私お姉ちゃんにね、先に帰られた時にヘアアイロンを持って帰られてしまって、ちょっと三つ編みを電波小僧スタイルでいただいてるのは、こちら今マッシュルームのスープですね。私こういう上品なものをいただく時にね、無意識にこの肘が張ってしまうんですね。とてもダサいですね。で、私今これとても冷静に見えると思うんですけど、今このテンションの上がり度マックスを超えて、今もう爆発しそうじゃないかという心の高鳴りを抑えて、このずっと食べたかったベーグルいただきたいと思います。これなんかね、中にマッシュポテトが入ってて、上にチーズが、もう見せてる余裕もないです。いただきたいと思います。一人噛みしめる念願のこの小麦の味、もう涙が止まりません。違う、これメアにチェックしてるだけだ。このベーグルがなんか一番名物のベーグルらしくて、ほんとこれをずっと食べたすぎた。でもこれ思わず食い意地が先行するあまり、バッグを下ろすのを忘れてましたね。
ここのベーグル屋さんなんかいろんなね方の YouTube とかでも見てて、あとインスタとかでもすごい回ってきて、もう絶対に行きたいと思ってずっと決めてたお店なので、でも結構なんか雰囲気おしゃれな感じだから一人で入りづらいかなとも思ったんですけど、まあもう異国、もう日本だとちょっと気にしちゃうけど、もうここまで来たらさ、なんかもうそれ一人で入りづらいからうんたらとか言ってらんないなっていう、あの墓地精神、大胆墓地戦士精神が働いて、すごく大胆にかぶりつき楽しむことができました。実はね、今日ね夜の飛行機で帰るんですけど、この後の予定が全く決まってなくてですね、実はもう本当にこのベーグルだけ食べるってだけ決めてたので、この後すごい、どうしようかなって今すごく手持ち無沙汰になってしまっていて、まあもう一日ここにいてもいいかなってぐらいすごくくつろいでいたんですけど、ここで急にね、この私窓際に座ってたんですけど、窓から私の人生史上一番最大の、もうミシュランレベルででかい蜂が急に窓から入ってまいりまして、しかもねずっとね私の周り狙ってんのかってぐらいもうずっと飛び回ってるの蜂が。でもちょっと優雅なベーグルタイムどころではなくなってしまって、食べきれなかったものをテイクアウトにして泣く泣く蜂に追い出されるかのようにお店を退店で、全く予定も決まらぬままね外に追い出されたわけなんですけど、そしたらね私がまたまたこれインスタで見てためっちゃ行きたかったチュロス屋さんがちょうどオープンしそうだったので、ちょっと行ってみることにしました。外でイートインで予約しようと思って待ってたら一人の予約ができなくて、でなんかどんどんなんかいろんな人が店に入ってっちゃったら気づいたら席埋まっちゃって食べなきゃいけなくなっちゃったので持ち帰りにしました。それを待つために今から15分ぐらいうろうろしようと思います。絶対迷子になる。クリクラ取ろうかな。戻っちゃったよ。店の前で並んでる方にすごく見られながらダッシュで店内に駆け込み無事ゲットできました。チュロス、これただテイクアウトにしたはいいものの旅行中でや言うてんのにこれどこで食べればいいんでしょうかと悩みに悩んだ結果、近くにあった公園に来ました、疲れた、チョコソースだ。お兄ちゃんにも食べさせてあげたかったな。ハンキュー韓国。まあ、こんな感じでね一人でチュロスタイムを楽しんでたら、急に Thank you。なんか私がこのスマホ片手にこうチュロスを食べてる、なんかインスタグラマーかなんかと勘違いされたのかわからないですけど、なんか通りすがりの方になんかすごくフォトジェニック風に写真を撮ってもらってしまって、すごくいや嬉しく、ありがたいんですけど、なんで、すごいありがたい、ありがたいんですけど、優しい人、ほんでちょっと時間も持て余しすぎて、なんかここの公園がなんかすごい運動器具みたいなのがいっぱいあったので、やってみることにしました。ちょっと待って、私これ韓国旅行中だよね、これ
何の時間なんでしょうか。で、あのなんか先客で、あのなんかそのすごい地元のなんかすごい毎日通ってますみたいな感じのおじいちゃんがずっとなんかいろいろやってて、そのおじいちゃんからね、このなんか使い方を学びながら一緒に運動しました。本当に何の時間？プリティ。そもそも行き場もない私はまたまた韓国プリを取り、ファンキーな新しい自分になれました。ほんでね、あのちょっと次行くところを見つけるまでちょっとゆったりしようと思って、あの韓国のスタバに初めて来てみました。あ、ちょっとねここでね、あの作戦会議しつつ、あ、一人、あの自分と自分で会議しつつ、あのこれ韓国限定の飲み物をちょっとあの飲んでみたかったので、これを飲みます。これなんだっけな、なんか紅茶とオレンジジュースミックスみたいなやつなんだけど、ちょっとあのすごいね、あの一個言いたいのが、韓国のスタバこんなすごい机が高くて、なんかこの机でこう飲むとこう顎が上がっちゃうんですよ絶対に。しかも飲んでるのがもうほぼオレンジジュースみたいな見た目だからさ、なんかすごいもうなんかもう初めてのお使いみたいな、もう子みたいな感じになっちゃって、もう山瀬まみさんもびっくりみたいな感じの。あ、ただね、せっかく韓国来たってこと、あ、韓国って美容の国じゃんと思って、ちょっとなんかあの皮膚美容皮膚科みたいなのを検索して、私もあのお肌ツルツルの韓国美女になってやろうとここで計画を立てたので、ちょっと行ってみることにします。わたげチャンネル。プリティ。意外かすぎて何もできないので、とりあえず空港の方に向かいたいと思います。マジでやばい、どうしよう。なんかこの世がもう歪んで見えるぐらい、視界がクラクラするぐらい本当に胃が痛すぎて、もう本当原因不明なんだけど、本当はいろいろね、こうなんかキムチ系とか、まあそれこそあの韓国チキンとか絶対食べる予定だったんですけど、もう何もできなさすぎたので、もう空港に向かうことにしました。空港にでもなんとかやっとの思いでたどり着いたんですけど、もう なんて言うんだろう、座ってても本当苦しいみたいな。だからとりあえずなんか食べた方がいいのかなと思って、でも一番胃に優しいものを探し求め空港のフードコートに来たんですけど、唯一食べれそうな、なんかちょっと なんだっけこれ、ソルランタンみたいなのを頼んだんですけども、本当に原因が分かんないんですけど、まあちょっと最後の力を振り絞ってもこれを食べたら良くなる、そう信じてあの最後の力で、もう本当にこ の, あの優しいスープの味が体に染み渡りました。ポリティ。まあおそらくなんかいつもと違う環境で、もう連日サムギョプサルだの、あのケーキなど、ケーキなのスコーンなのを爆食いしてたから、多分胃が悲鳴を上げたんでしょうね。もう21の胃には多分きついと、あの私がちょっと自分のね胃を過信しすぎた生活を送ってたので、その罰がここで一気に来たんでしょうけど、本当はもうちょっとぼっち旅楽しみたかった、もうちょっと計画を立てればよかった、そんないろんな念があの追い上げてきながらも、この優しいスープの味染みました。んであっという間に帰国です。あれ、私今日何したっけってぐらいちょっと内容が薄すぎるんですけど、あの本当に胃が痛すぎてもう途中から記憶がないので、あのまあでもあの生きてたことに感謝、本当に無事に帰れることに感謝をしながら、ほんでなんか私のまとなりに多分ドイツ人っぽいあの団体客に私はあの挟まれながら無事離陸、日本に帰ろうと思います。でいろんなことあったけど、まあ一人でもすごく楽しい旅になりました。でね、この飛行機の隣の席がずっとドイツ人のおじいちゃんが隣でずっと飛行機でね、あの3時間ぐらい一緒に帰ってきたんですけど、あの日本着いてからパッて隣見たら、あのおじいちゃんじゃなくておばあちゃんでした。そんな素敵な旅でした。